ラクセンブルク・ポルカ、ドイツ語、ラクションベルガー・ポルカ作品60は、ヨーゼフ・シュトラウスが1858年にウィーンで作曲したフランス風ポルカ。演奏時間は約3分。オーストリア帝国のルドルフ皇太子が、ラクセンブルク宮殿で誕生したことを祝う作品である。 生まれたばかりのルドルフ皇太子を抱く皇妃、エリーザベト・オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世の皇妃エリーザベトは、三人目となる子供を出産するために、1858年7月の終わり頃から、ラクセンブルク宮殿に引きこもった。素晴らしく、ロマンティックな庭園によって囲まれたラクセンブルク宮殿は、皇后を人々の好奇心から守った。ウィーンの人々は、 ラクセンブルクの動向に重大な関心を寄せており、帝都のおよそ 20km 南に位置するラクセンブルクへの大規模な移住を計画するほどであった。ウィーンの各新聞は、検閲によって許可される範囲内において、皇后とその帝身の生活についての多くの詳細な情報を含めて、ラクセンブルク宮殿とその周囲の環境についての事細かな特集記事を組んだ。 1858年8月21日、エリーザベト皇后は、ルドルフと名付けられた巫女を出産した。待望の皇太子が誕生した後、人々の関心は、ルドルフ王子個人に向けられるようになり、出生地に過ぎない、ラクセンブルク宮殿に対する、人々の関心は、急速に失われたが、ヨーゼフ・シトラウスがこの、ラクセンブルクポルカを8月30日に初演したときに、 復活した。ヘルナルスの教会祭の間に、ウィーンのウンガーカジノにおいてこのポルカは初演された。生き生きとした、この、ラクセンブルク・ポルカは、ウィーンの音楽愛好家たちの間で好評を博した。この、ラクセンブルク・ポルカのピアノに定用の初版楽譜の、表紙には、ラクセンブルク宮殿とその正面にある、大きな湖が描かれている。1858年10月に出版された直後に、 この楽譜は売り切れとなった。後に、この刺激的なボルカは、シュトラウス楽団の演奏レパートリーに残ったとされる。現在のラクセンブルク宮殿2008年のウィーンフィル、ニューイヤーコンサートの第一部において、ジョルジュ・プレートルの指揮による演奏が、現在のラクセンブルク宮殿の映像と共に、テレビ中継された。ありがとうございます。